おはようございます。メリカミ太一です。今日はアンドゥイエットを使ってアンドゥイエットアラリオネズ、リヨン風のアンドゥイエットを紹介します。料理名にアラリオネズ、リヨン風とつくと基本的にはオニオンがよく使われています。今回使用しているアンドゥイエットですけども、シャンパーニュ地方のトロワで作られているアンドゥイエットトロワを使っています。原材料は豚の胃と豚の大腸になります。あとスパイスと塩コショウになります。これ一旦詰めてからクールブイヨンで 3,4 時間きっちりじっくり火を入れて、手間のかかったソシスですね、内臓のソシスになります。このアンドゥイエットですけども、品質を保証する印がこのサンクア 5A と書いてあるものです。今回この 5A と書いてますけども、アルファベットの A が5個並んでも同じ意味を指します。これが書いてあると品質が保証されています。このサンクアはアソシエーションアミカルデザマタドトノームアンドゥイエット、日本語に直せば本物のアンドゥイエット友好家の友好協会という訳になります。そのそれぞれの単語の頭文字を取ってサンクアと名付けています。このアンドゥイエットですけども、今回紹介したフライパンで焼く焼き方もあります。あとバーベキュー、グリル板などで焼いても美味しいですし、アペリティフに薄くスライスしてそのまま食べたりもします。それではアンドゥイエットアラリオネズ一緒に作っていきましょう。まずフライパンに火をつけて、熱くなる前に油を引きます。そこにアンドゥイエットを置いていきます。ここであまり熱くしすぎると周りの皮がはぜてしまいます、破れてしまいますので、低温からゆっくり火を入れていきます。アンドゥイエットの表面が軽く焼けてきたら160度のオーブンに入れます。今回このようにオーブンに入れながらアンドゥイエットの周りを焼いていきます。フライパンだけできっちり焼こうと思うと、なかなか時間がかかって中まで熱々になりません。なので表面をフライパンで焼き固めながらオーブンで芯まで熱くしていきます。このように焼き色がついたらひっくり返してまたオーブンに入れていきます。このようにオーブンから出すたんびに焼けてない面を下にしてきっちりグリエ焼き色をつけていきます。そしてまたオーブンに入れます。これでトータル15分オーブンに入っています。ここで一旦温度を測ります。この時金串を刺して5秒ほど置いてから唇の下に当てて温度を測ります。この段階ではまだぬるい感じです。あと最後の面をよく焼くために再度ひっくり返してもう一度またオーブンに入れます。これでトータル20分オーブンに入っていました。中まで熱々になって表面がきれいに焼けています。それでは、リヨン風のメインの食材玉ねぎの準備をしていきます。まず玉ねぎはエプルジェします。今回芯も外してください。もちろん中が腐っているか確認して、一番上の乾いている皮もきっちりと取り除きます。エプルシェし終わったら玉ねぎは半分に切って繊維を断ち切る感じでエマンセしていきます。この時繊維を断ち切るようにすると甘みがより増しますので、この方向でエマンセしていてください。厚さはだいたい2ミリぐらいの厚さで、均等な厚さでエマンセしていきます。それでは玉ねぎに火を入れていきます。温めた鍋の中に今回はオリーブオイルとバターを半々入れています。バターがよく溶けたらそこにエマンセにしたオニオンを入れます。最終的にキャラメリゼ、きれいに茶色い色がついた玉ねぎを作ります。
ですけども、ここで最初から強火で一気に色をつけてしまうと、玉ねぎにきっちり火が入らないまま色がついてしまいます。なので最初に重要な作業、シュエをします。シュエとは軽く塩をして、野菜本来玉ねぎの持っている水分できっちり火を入れることを言います。玉ねぎと油が全体的に馴染んだら、ここで蓋をしてゆっくり火を入れていきます。この蓋をすることによって、玉ねぎ自体から出た水分が残ってきれいにシュエできます。 4,5 分置いておくと、このように蓋の内側に水滴が出てきます。この水滴をもう一度鍋に戻して、またじっくりと玉ねぎに火を入れていきます。この段階できっちりと玉ねぎに火が入っているのを確認してから、キャラメリゼしていきます。今回火が入っていたので、ここからキャラメリゼさせていきます。この時また蓋をして 5,6 分ほどこのまま中火で炒めていきます。毎回蓋の内側についている水滴は鍋に戻します。その水分を使って鍋底についた旨味を剥がしていきます。この作業をきつね色になるまで繰り返していきます。この同じような工程でグラタンオニオンスープを作った時もこの作業を繰り返しています。またそちらのビデオも参考にしてみてください。ここで重要なポイントですけども、毎回きっちり鍋底の旨味を剥がします。もし残っていると次は焦げてしまいます。なのできっちり旨味を剥がした後、その後よく混ぜて、また玉ねぎを平らにしてから、もう一度蓋をして、同じ作業を繰り返します。何回かこの作業を繰り返して、これぐらいの量になれば、今回のオニオンキャラメリゼは完成です。ここで最後きっちりと塩コショウで汗染めをします。最後もう一度よく火を入れて塩コショウをなじませて、このオニオンキャラメリゼは完成です。ドレッセ、盛り付けする前に先ほどのオニオンキャラメリゼに赤ワインビネガーを足して温めます。今回のガルニチュールはジャガイモのソテーにしました。またジャガイモのソテーも動画がありますので、そちらを参考にしてください。今回のジャガイモのソテーは厚さが1センチぐらいなので、ブランシーせずにそのままフライパンで仕上げています。最後にイタリアンパセリのコンカッセを切ります。よく洗ったパセリを水気を切って、葉っぱだけをよく切れる包丁でこのように粗くコンカッセにしていきます。やはりこの時もよく切れる包丁を使わないと繊維を潰してしまいます。なのでよく切れる包丁で丁寧に切ってください。切り終わったらカードを使って器に移し替えておきます。それでは温めたお皿に、まずガルニチュール、ジャガイモのソテーから盛り付けていきます。
次によく焼けた熱々のアンデュイエットを置いて、最後に先ほどの赤ワインビネガーを足したオニオンキャラメリゼを上にかけます。最後仕上げにパセリのコンカッセと黒胡椒を上から振りかけて、このアンデュイエットアラリオネーズの完成です。やはりこのアンデュイエットですけども、トリップ内臓系の独特の匂いがあります。やはり好き嫌いは結構分かれると思います。なのでこのオニオンキャラメリゼの甘みと赤ワインビネガーの酸味で非常に美味しい一品になっています。ただこれ日本で手に入るかどうかちょっと分かりませんけども、もし手に入ればぜひ挑戦してみてください。あとこの他ソースとしてはマスタードソース、もしくは、ソースオパブルなどを添えても非常に美味しいと思います。それではお疲れ様でした。ボナペティ。